松信は2000年10月5日から2006年3月30日まで日本テレビ系列で放送されたトーク番組。出演は島田信介とダウンタウンの松本人志。当初は広島テレビ制作の松本信介としてスタートし、ズズズ枠などで放送された。2003年4月より日本テレビ制作に移行された。と松本のアドリブトークや、 スタッフや視聴者から出されたお題、悩み相談に基づいたトークが中心、女性アイドルのオーディションなどトークから発展した企画もいった。2003年頃からは30分間トークを番組の基本形態としながらも番組初のロケを実施してイカ釣りをしたり、視聴者から募ったメルヘンチックな話を VTR 形式で紹介、それを元にトークするという変則的な形態で、 番組を行うことが多かった。また、メルヘンチックな話コーナーでは VTR の内容をそのまま受け取る松本に対し、新助が VTR 中の人物の言動の裏に秘められた意味を解説することが多かった。2006年3月23日には初のゴールデン特番、松本新助ゴールデンが放送された。また、番組は2006年3月いっぱいをもって、 終了すると同年3月3日の放送で発表された。スタジオセットは何度かマイナーチェンジはしているものの一貫してレストランの窓側の席をイメージしたセットとなっている。番組初期からアイスコーヒーなどを飲みながら収録している。初期の頃はセット前方に飲み物が置いてありオープニングで自分たちで準備している様子が見られた。また同じように初期の頃は喫煙していたが 番組後期では本人たちが禁煙に努めたことなども、あるせいか喫煙は、ほとんど見られない。オープニングでは、イントロの一部を使用。エンディングテーマ前のトーク終了の合図としては1、コーラス目の途中で、フェードアウトされていた。松本信介時代、松信に、名義変更日本テレビでは、金曜0時50分に1時20分だが、地域によって、放送時間が異なる。 和非 NNS 加盟局、過去のスタッフ過去のスタッフ松本晋介に関するカテゴリー。ありがとうございます。